ちゃ。こんにちは、佐々木隆さん、はい、まさに WBC 真っ只中ですね。本当だな、盛り上がってんな。いや、もう連日すごいですよ。なんか俺ヌートバーに対して何か言った？別に言ってないよね。言ってないですよ。言ってないよね、はい、なんかね、おじさんヌートバーいらないって言ったんじゃないかったっけ。言ってない言ってない、言ってないですよ、そんなこと一言も。そうじゃなくて、うん、ヌートバー見たことないから、まあわからないとは言ってたけどさ、昔の動画でまだ見たことないから、うん、ただ守備範囲は広いしっていうのは今ずっと言ってたんですよ。昨日もすごかったですね。そうだった、球際強いな。びっくりですよ。もうなんていうの、取る瞬間に舌出すのが、うん、特徴なんだよね。ペロッと、かわいい猫ちゃん。やっぱり力まないようにだろうね。ああ、なんかね、まあいろんな選手の特徴が出て面白いけどな。そうですよね、はい、ようやく打線というかね、野手陣もここつながってきたりとか、打つようになったりとかありますが、はいはい、まあ、役割をね、みんな果たそうと、はい、だんだんできてきてるよね。そうですね、はいはい、まあ、一試合一試合ごとにやっぱりこう形作られていくという中で、はい、やっぱり心配しているのが今現在でやっぱり4番に座っている村上選手、うん、なかなか結果が出ないな。まあ逆シリーズ男って聞いたことある？逆シリーズ、まあ、日本シリーズ やったりとかさ、そういう大きな大会で逆シリーズ男ってならないように気をつけますみたいな、はい、一人だけ蚊帳の外みたいなね。あ、まあ、そういう選手っていうのは中に出てくるんだよ。もちろん好不調ありますからね。まあ、そうだね、うん、だから、まあ、村上が今その状況だけどさ、みんなさ三冠を取ってさ、うん、去年は三冠をいけるか、はい、ね、王さんの記録抜けるかとか、うん、みんなフィーバーしてて、うん、ちょっと打てなかったら手のひら返しだな。そうですね、愚かすやな。いや、まあ厳しいな、やっぱな。世界っていうのは、いや、それはしょうがないけどな、うん、まあ期待値がものすごく高いということなんですよね。そうそうそう、まあ、その裏返しっていうこともあるけど、まあね、ただその去年のあれだけ調子が良くてホームランを何打席連続とかで打ってた村上選手と、うん、今の村上選手、はいはい、豊さんから見てまず何が違うんですか？まず、うん、周りの環境が違うよね。やっぱりこう見てみたいとか一緒にやってみたいとか、うん、なんかそういった人たちがいるじゃない、はい、まあ、例えばそのダルビッシュであったりだとか、うん、大谷であったりだとかいるわけじゃない、うん、で目の当たりにして衝撃受けたと思うよ、うん、あれこれだけの差があるかみたいな、うん、まあ、それがフリーバッティングでしかり、はい、でやっぱりフリーバッティングでお金が取れる大谷、うん、あれだけ飛ばして、うん、なんか人を魅了してみたいな、いやそれ今まで俺の役だったんだけどみたいな、だから主役から降ろされたみたいな感覚なんじゃないのかなっていうような感じがするんだよ、はい、だからそういう意味ではね、すごくフリーバッティングをやってて悔しそうにしてたのは、うん、やっぱこう村上だけだって、他の人は口あんぐりしてて、はい、すごいなって見てるけど、うん、村上はそこに到達していこうとしている今過程にある人だから、はい、だから衝撃を多分受けてると思うよ。まずはそこが一つ大きなメンタル的な点ということですかね、うん、大谷は全然悪くないよ、はい、で大谷は大谷のそのワールド持ってるよね。持ってますね、ショータイムみたいな、うん、持ってるよね、はい、その後ろでパーンと打って鼻がねわーってなって、うん、その後ろで打つ、今までは、はい、村上様って村上が立ったら逆の立場だったわけだから、はい、だからそのあの余韻の中で打つプレッシャーっていうのも多分あるよな。そうですよね、そりゃあるよ、うん、3番大谷選手4番村上選手ってこの打順、うん、いやこれね、夢の打順だよ、はい、夢の打順だけども、やっぱ村上とすればやっぱ大谷は、まあ、ピッチャーもできる、うん、打つだけだったら俺がやっぱ上に行かなきゃいけないっていう、なんかちょっと焦りみたいな、そういうものも少し感じられるな。ということはやっぱりちょっと打順を変えることで少し何かこう心境の変化から打てるようになるとか、そういうことも、うん、この人って面白くて、なんか運みたいなのがあるじゃない、はい、でどうしても合わないやつって いない。あ、その嫌いとか全くないんだけど、うん、はい、なんか波長が合わないとか、うん、はい、
ないな、ありますよ、そうそう、あるよな、見えない何かっていう、あるよな、はい、だからそういうね、勝って大谷は全く気にしないんだけど、はい、村上は勝手に気にしてるというような、うん、そんな感じがするんだよね。あのやっぱり意識したりとか、すごく届きたい、到達したい人物だけにっていうところですよね。そうそう、それも超えていきたいと思ってる村上がいるわけだから、はい、だからそこら辺、あの余韻のまま打席に立つと俺でも嫌だと思うよ。俺だったら嫌だな。例えば豊さんが4番で3番誰が打つみたいな感覚ですか？いやまあ俺らの時代だったら今現在の原監督であったりだとか、そういう人だよな、華やかで、華やかでパーンとヒット打って、その後うわーって感染があって、うん、見てくれてるか俺のことみたいな、まあまあまあそういうね、まあ極端な話を言えば、まあそんな感じに陥るかなみたいなね。っていうことは、あの打順下げてホームラン出たじゃないですか。だからまあ下げ、うん、あれは打順を下げたからじゃなくて、大谷から話したからだよ。ああ、話すことってことですね。そうそうそう、だから打順を下げるっていう感覚じゃなくて、まあ例えば昔は松井がいて清原がいて、松井が打ったら清原打てないとか、はい、ね、清原打ったら松井が打てないとか、うん、まあ松井は打ったけどね、うん、だけど松井が前目の前で清原の前で打つと清はなんかなんとなく打ちにくかったというかさ、うん、まあそんな感じの、まあ、運布テンプってあるじゃないですか、はい、だからそんな感じを受けてたんだよね、うん、だから村上にはなんか強烈にそれを感じる、うんうん、だからまあ強化試合でホームラン1本打ったのは、はい、あれは大谷6番に下がったからで、気持ちが楽になったからじゃなくて、うん、あの大谷から外れたからだよ、距離がですね、距離が、うん、そこにいくつかのクッションがあったから立ちやすかったんだと思う、打席で、だと思う。村上選手でもやっぱそういうの感じる、繊細ですね、プレーって。違う、そう、物が大きすぎるもん、大谷という。そこなんです。だって、MVP だから、メジャーの。だから、そんなやっぱこう、人が目の前で打たれて、うん、ね、簡単に打つじゃない。だって初球からさ打たれたくないと思って相手ピッチャーフォーク投げてきてるのに打ちましたよ、簡単に打つんだもんみたいな、まさか初球からあんな球手出さないよねっていうようなところを簡単に打っていくから、それは村上としてもさなんか嫌だよねなんか自分のこう本来のバッティングがなんかちょっとそれによって崩れちゃうのかなとか。そうだね、だからまあ状態もね決して良くはないと思うんだよ、うんうん、ただあのアドバイスすれば、はい、もっと振っていった方がいいな、大谷みたいに初球から何でも見るのではなくと、見るのではなく、うん、だからなんていうのかな、ある程度その自分で球種を決めたりだとか、うん、そういうこと多分してると思うし、やっぱり少し疑って見ちゃ、最初は見ようと思ってると思うんだけども、うん、いやだけどそうじゃなくて来たボールに対して素直に反応を体に覚えさせていくというか、うん、その方がいいと思うよ。日本の場合って何回も対戦してるしデータがあるから、だいたいインサイド前のカードで2本ホームランを打ったって言ったら、インサイドは見せ球で外に集めてくるよね、ボールが。だそういうデータをもとに打席に立ってるから割と絞りやすいんだと思うんだけども、やっぱ国際試合ってそんな関係ないからね。そうですよね、うん、ただ怖いバッターだっていうのは分かってても、はい、自分のピッチングしかできないわけだから、うん、だから素直に立って最初から振ってっていいと思うけどね、なんかすごく結果を気にして大事に立ってる感じがするから、だからもっと大胆にね、みんなが打ってくれてるうちに、はい、まあ、調子を上げて、そのうちみんなも調子が下がるかもわかんない、うん、その時に助けられたらいいなと思うけど ね、うん、あとずっとこ あの合宿の時から言われてたのが、やっぱその自分の中でのバランスが全体的に悪いっていうふうにずっとおっしゃってて、例えば今回でも打席でちょっと足、右足をちょんちょんってこう上げながらタイミング取りながらだったりとか、バットの角度だったりとか、そういうのをこうちょっと試行錯誤してるっていうのも出てたんですけど、そのバランスが悪い、タイミングが取りづらいっていうのはバッターとしてどういうことなんですか？簡単に言えばさ、やっぱり力んでるということだよね。で力んでるから体の状態が動きにくいという、うん、で一番どこが力むかっていうと目が力むんだよね。あ、
目ですか、よーしみたいな、なんか鬼の形相で打席に立ってても、やっぱその形相は良くても目に力が入るとボールは見えなくなってくるんだよね。いやだから肩に力が入るとか、はい、グリップが硬いとか、うん、そういうこともあるけども、村上はなんかこう顔というか目というか鋭い眼光でこう見たりとかするのは全然いいんだけど、目が力んでるんだと思う、なんかすごく。へえ、それがボールが例えばね、力むことで見えにくかったりとか、そうそうそう、つながるんですね、多分ね。だからそれはまあ打てなくて、あれだけの実績を残して三冠王というね、うん、それ打たなきゃいけない、みんなの期待に応えなきゃいけない、そのプレッシャーにこう超えていかなきゃいけないとか、うん、まあ、いろんなこと背負いすぎだな。だからちょうど見ていて、まあ、かわいそうではないけども、うん、ここ超えていけよって、うんうん、ね、で絶対超えられるやつだから村上って、うん、やっぱり精神的にも強いしね、まあ、その目標はメジャーにあって、はい、でメジャーで活躍する、まあ、大谷みたいにホームラン王争いをするとか、うん、まあ、言えばもうホームラン王を取りたいみたいな、うん、まあ、そういう目標があってね、うん、まあ、衝撃を受けたりだとか、うん、自分が考えてたことよりも人としての器のでかさをよりまたダルビッシュとか大谷に感じてたんじゃないのかなと思う、うん、あでしょ、いやこのままじゃ俺ダメだわみたいな、うん、なんかそういう衝撃もあると思うよね、うん、あの2人ってピッチャーでトップ、はい、ね、両党人とやったことのないような、うん、100年来の記録を破った一人だし、はいはい、ダルビッシュはもう世界中のピッチャーだから、うん、それは器がでかいよ、もうちょっと次元が違いますよね、次元が違うんだよ、うん、いやだからそこに早く到達しようなんて思わないように、うん、今はでダルビッシュも時間をかけてそこまで行ったし、考え方を変えながら、うん、で大谷もやっぱこうね、ステップ踏みながら、ステップ踏みながらだから、うん、そこにはいきなり行かないわけだから、だからいい勉強を俺は村上はしてると思うしね、逆にそうですよね、うん、だから、うん、いい体験だなこの WBC がな、本当そうですね、うん、大きな糧になりますね村上選手で、これで、まあ、村上選手今まだヒット出てませんで、昨日は、はい、犠牲フライと、まあ、内野ゴロの間に1点という形だったんですけど、それでも貢献だよ、そうですよね、そうそうそう、昨日の内野ゴロだってそうですし、犠牲フライってそうそうそうですよね、うん、じゃあ村上選手に初ヒットなり初何かが出るとすると、豊さんは何だと思います、例えばそれがセンター前ヒットなのかホームランなのか、何でって今予想おじさんこれも言うの、俺はセンター中心、うん、左中間右中間にホームランだと思う、ホームランでの、うん、それが初ヒットというか、うん、それになると、だからちょばちょばさ、うん、引っ張ってさ1、2塁があコースで抜けてったみたいな、うん、そんなヒットとして認めないから次元が次元が違うんだよ神様は、いや本当にだから、うん、まあ少し引っ張り傾向にあるよね、うん、強く打たなきゃいけないとか、うん、そうじゃなくてやっぱ基本はセンター返し、うん、まあ、吉田正尚だってセンターへ持っていくでしょ、わからない人はね、うん、だからみんなやっぱそうやって素直に打ってんだよね、うんうん、だからちょっと強引さを捨てて、はい、ね、あの自分の状態タイミングが取れるまでセンターにしっかり持っていかないと、うん、WBC おろか、うん、日本球界戻ってきた時でも、はい、ちょっと苦しむよこれ、あそうなんですね、うん、だから早く戻した方がいいね、そうですね、シーズン戻ってからもっていうこともありますし、はい、まあ、とにかくあの村上様のホームラン打った時の、うん、ちょっと打球見ながらゆっくり歩いて確信した時のベンチへのあのジェスチャーっていうのが WBC でも早くなんか見たいですね、まあ、きっかけをつかめば早いよ、ああ神様は、うん、そうそう、だからまあそのちょっと打順をね少し離してあげる、うん、こう4番から外すんじゃなくて、うん、離してあげるという、うん、まあ、そういう感覚でね変えてみるのも手かなという、うん、村上選手あのね本当にやっぱね村上だけが苦しんでるとつまんないね見てても、あそうですね、本当にそうですよね、うん、だから村上のあのね、え笑顔も見たいし、いや見たいですよ、ね、で自分が引っ張るんだっていう、うん、なんかそういう姿もあの時の見たいし、まあね、去年のシーズンの山田選手はね出たので、うん、なんとか続いて、うん、出てくれるといいなと思います、はい。